なんじゃこの空間。なんもねえ。これが個人税の限界ですか？ 一応近づいてみようかな。おい、見えてるか？白いけど、見えてるか？イラストレーターのしぐれういと申しまーす。予算がないのか？ どうもー。よくよく考えてみたら、私、アップしよう。イラストレーターなので、いわばこの世界において何でも作り出せる神と言っても過言ではないわけです。ふん、くる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 、じゃん。おお、じゃん、じゃん。おお、くる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 ー、少人数クラス。 じゃーん、 3D になりました。どうですか？どうですか？どうですか？ちょっと動き方がわからないんですよ、引きこもりなので。おい、みんな今撮るタイムだぞ、撮るタイムだぞ。どう？ ちょっとね、一周とかしてみようかな。どう？ ほら、アップだぞ。アップだぞ。ここに、なんだろう、表でこういう風な実態として出るきっかけになったのが大空スバルなんですね。私はただの絵描きなので、このように表に出る気がそもそも全くなかったんですけど、大空スバルを生み出してから、彼女が、母ちゃんもこっちに来なよとね、世界に引っ張ってくれて、今私はこうやって存在することができるんです。私はスバルのお母さんではあるんですけど、スバルは私のお母さんでもあるというちょっと不思議な関係性なんですよ。まあスバルだけではなく、まあこんな VTuber としても絵描きとしても立場がなんというか中途半端な私とね、仲良くしてくださる VTuber の方々にもすごく感謝しておりますし、こんなすごい舞台を
お手伝いしてくださったいっぱいの制作人さん、あとマジで何もかもわからなすぎてめちゃくちゃ頼りまくったのに全部丁寧に答えてくれた犬山たまき、本当に本当に感謝しております。そして何よりも私を見つけてくださった皆さん、もう本当に皆さんがいなければこうやってね実体化することもなかったですし、もう応援してくださって本当にありがとうございました。だからやめない、負けず嫌い、私はいる、いくよ、拳上げてもっと、汗をかいてもっと、恩返しは愛のこもったウイビームで大歓声もっと、まだまだねもっと、受け止めてね、愛のこもったわがままソング、ファンサしちゃうぞ、はぁ、あ、終わりが。しぐれういを好きになってくれてありがとう。これからも彼女のことよろしくね。